よろしくお願いします。ですね、リバウンドコントロールを応用していこうというような内容なんですけども、まあ、生徒様方の目的としてダブルストロークで詰まっている方に向けて主にお話を進めてきました。まず最初はリバウンドが起こせますよ、でそれをリストでのコントロール、フィンガーでのコントロールというようなのをやりました。そしてまあそれらを行うため、そしてリバウンドがいざしっかり得られるようになったときに、それを活躍させれる柔らかい手を作っておきましょう。しっかりそれにいい意味で負けて、いい意味に一緒に動いてくれる、手を作りましょうというのをやりました。そしていざダブルストロークの時に、リバウンドを使っていくんですが、ですね、ダブルストロークいろんな種類があるんですよ。例えばモーラーの動きとかを入れたいであるとか、もう完全に使わないでちょっとアップダウン、リバウンドを殺した状態でもですね、打つことができたりするんですよね。まあ、もちろんコンガとか、カホンでダブルストロークをする人もいるぐらいですから、そういうような方法も可能です。ここの心筋とかうまく使ってですね。ですがまず最初は滑らかなリバウンドを使った、柔らかい、滑らかなダブルストロークオープンロールができるようになりたいわけです。我々はですね、今僕たちはそこを目指して頑張ってるんですけども、その際にはですね、3つ同時進行で練習したいダブルストロークがあるんですね。で最終的にはこれが混ざったような形で速くなればいいです。どれか一つをグーッと伸ばすというよりは同時進行でやっていって毎日毎日測ってみます。で自然と速くなっていくというのを目指していくんですけども、いろんな練習いろんなコツがあります。今回はリバウンドに関するコツの、1種類っていう感じですね。はい、ひとまず1種類っていう感じになっています。まず、どんな種類があるのかっていうと、1個目はリリースキャッチですね。リリースキャッチ、まあ、最終的にはこの動きだけで速くならないので、リリース、プル、プッシュ、プルみたいな感じの動きにしていきますという、これが1個目の方法で一番ノーマルなノーマルダブルのやり方になります。で、その次はですね、リバースダブル、落としたのを追いかけていくように掴むような感じですね。逆に、スティックが手のひらに寄るというよりはスティックに手のひらが寄っていくような動きです。これまた後でちょっと説明します。これ以外の説明仕方があるね。そしてもう一個はこういう風にフィンガリングとか、まあ、フレンチグリップよく使いますが、この連続したリバウンドの2発だけを取り出したようなリバウンドを用いたダブルストローク、この3種類をやりたいんですが、まず一番最初のこの、ノーマルのダブルのイメージはですね、まず1打目、これが本音符です。後のが装飾音符、まあ、装飾音符とは言わないんですけども、後のがおまけって意味します。ワン、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 ワン。白頭で叩いてる、これの後にもう一発ついたっていう意味にします。なんでメインの動きはこっちです。その時に、指を解放します。力を抜いておくんですね。指を解放して力を抜いておくと開きますよね。上げ際に握るんです。やってる動きの目的、一番やってる動き、一番意識が強い音符はここです。その後はおまけっていう意味にします。ここが本音符、おまけ音符。なのでイメージはですね、ずっとこうしてる感じですね。ずっとこうしてるイメージです。なんですけど、その間に指を開くような感じにします。そしてその後指を開いた後閉じながら引き上げます。こう。なんとなくイメージ伝わったでしょうか。一発目が叩きますね。叩いた後指を開いてしまいました。浮いてしまいました。引き上げるときに握りました。当たってしまいました。こういう状態します。はい。こういう状態です。最初はきっちり止めて、形きれいにをやってもいいですね。形きれいに、形きれいに。慣れてきたらこういう状態します。これが1個目ですね。1個目のこのノーマルダブルは1打目が本音符、2発目がおまけ音符。リバースの場合は逆になります。最初、打つ前に早めに着地してしまったっていうような感じのイメージします。本当に打ちたいのは2発目のここなんです。なんですけど、その前に指を脱力していたもんで当たりました。その後に手が着地しました。もう一個別のイメージの言い方でするとスティックが先についちゃった感じするんですよね。落としたらスティックが先についちゃった。ああついてしまった。その後に握りました。あ、2回音が鳴った。
風に言うとなんかすごい簡単そうに聞こえるんですけど、やってみるとそうでもないですよね。でこの時もう一個、ポイントですね。基本的に僕いつも言ってる、手首があんまりこっちに曲がるのはおすすめしないんですけど、この時の場合ですね、こっちに曲がってるような感じになるんですね。ただ曲げてるんじゃないですね。力を抜いて当たり前ですけど落ちますよね。力抜けて今落ちてるんです。その瞬間に当たるんです。はい、なので本当はこうなります。ただこうさせとかないで、その後すぐにくっついていってください。手のひらからスティックにくっついていきます。落としたスティックに手のひらが寄っていくような感じにします。落としてしまったスティックに手のひらが寄っていく、もしくは脱力していった手にその後、手のひらが寄っていくですね。でこの2つのダブルの違いを、感じる練習をやっています。1個目は1 and 2 and 3 and 4 and 1 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 and 2 and 3 and 4 and、 もちろん1 2 3 4 が脅迫ですから、脅迫の部分がこっちですね。本当のストローク、円の部分はさっき言ったおまけストロークします。今度逆に1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 落とす追いつく、 3 and 3 and 4 落とす追いつく、 2 and 3 and 4 落とす追いつくっていうような感じします。3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 落とす追いつく、落とす追いつく、落とす追いつく、 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1。 どっちもやっておきます。どっちの方が意識が強いかですね。前者の方は一発目、最初のファーストコンタクトの方が意識が強いです。後者の方は2発目の、セカンドコンタクトの方が意識が強いです。最後にやるリバウンドの中の2発だけを取り出したようなリバウンドをすっごい使ったダブルっていうのは、まずフィンガリングします。これ止めます。前にも紹介したかもしれないですけど、皆さんはエクササイズ1です。プリントのエクササイズ1です。 1E and the 2E and the 3E and the 4E and the 1E and the 2E and the 3E and the 4E and the 1E and the 2E and the 3E and the 4E 1E and the 2E and the 3E and the 4E and the ずっとスティックが止まらないでしょ。やっちゃいけないのは 1E and the 2E and the 3E and the 4E and the 1E and the 2E and the 3E and the 4E and the 止めないように全部戻します。 1E and the 2E and the 3E and the 4E and the、 なんならこっちの上でも止まらない 1E and the 2E and the 3E and the 4E and the、 ともせず 1E and the 2E and the 3E and the 4E and the、 ずっとポヨンポヨンポヨンと浮いてる状態します。でこれ実際ここの速さが結構早く出てないとやりづらいんですけども、このまずフィンガリングがこんなに早くできないという方はですね、あのフィンガリングからやらなくていいです。要はですね、2回弾ませてるだけなんですね。このストロークは2回弾ませます。でこれリストでやってもできるんです。2回弾ませる、リストでポン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 、本当にですねスーパーボールとか、バスケットボールをトン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 と2回ドリブするように2回弾ませる、この奏法でも構わないんですけども、指の方がですねきっとですね素直で綺麗なリバウンドを感じやすいんですね。なのでフィンガリング綺麗にできるようにしてからこれ取り組んだ方がまあ順序としてはいいかなと思います。ポン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 、指で2回トン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 とついてる感じですね。というような以上の3つのダブルストロークを同時進行で練習するのがいいです。でいつも言ってるんですけども、躍起になってこうずーっと右左右左を繰り返してやってると、なかなか成長速度が遅くなってしまうので、いろんなエクササイズを同時進行でやるのがいいかなと思います。そしていろんなエクササイズをこの3つの奏法を全部で試してみるんですね。例えばパディダ系のエクササイズであると、これも
いろんなのでやってみるとか、さっきのこの跳ねさせて、もうとか、いろんなやり方やってるんですね。他にもいっぱいエクササイズをお配りしてます。何個だったかしら、10個はなかったかな、8個ぐらいでしたかね。とデイリーの4つがありますね、全エクササイズ全パターンで試してみましょうって感じ。まあレッスンもそのように進めてまいりますけども、予習したい方であるとか、県外からお越しのですね、まあ月1回しか受けれない方々はですね、どんどん予習してやっちゃっていいです。僕のこの説明だけではかなり不十分だと思いますけども、まあこれヒントで大体できますよっていうような感じでこの動画を撮りました。というわけで、全エクササイズですね、今の3つの、ダブルストロークのやり方で取り組んでみてください。きっといい効果が生まれてくると思います。で、変な癖がつくかもしれないっていうふうにいろいろ考えちゃったりとかですね、怖くなってしまう人いるかもしれないんですけども、僕は結構ですね、量は質を量がすると思うんですよね。バン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 やりまくっていいです。で、変な癖がついたら僕が直します。はい。だし、そんな言うて変な教え方してないので変な癖つかないです。きっと大丈夫なので、ガッツンガッツン練習してもらった方がいいと思います。別の能力も鍛われるんでですね、なんで楽しんでもう青春だーっていう感じで練習してもらうのがいいかなと思います。はい。というわけで、何としてもオープンロール皆さん目標2ヶ月中に完成させようかなと思っております。一緒に頑張りましょう。お疲れ様でした。